さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。いやー森本くんね、どうもありがとう。早速とも今北海道着いたらしいんだけど。早くない？すごいスピード。森本くんが放送されている番組今リアル、はい、金曜日19時から3時間生放送でお送りしております。北海道じゃない生徒はウィズレディオというアプリで全国のみんなも聞くことができるんで、森本くんの今リアル、森本くんの今リアル金曜日だよ。さあ今夜はパフュームの3人が海外で覚えた普通に使える英語を研究していきます。パフュームロックス。パフュームロックス starring perfume。海外で覚えた普通に使える英会話を研究せよ。私たち1ヶ月ほど北米ツアーに出てましたが、はい、まあ、普通になんか生活というか北米でしましたね、うん、あと MC も英語で頑張ったりとかしましたけど、うんうん、普段の生活で普通に使える英会話、何回も言ったのは、うん、How long will it take? ってずっと言ってた。なんて言ってんの？どのぐらいかかるって。あー、だから、もう移動ばっかりで、うん、もう何分もどこに着くかわからない場所までずっと車に乗っとくってことがほんまに苦痛になってくるんよ。ずっとバスに乗ってるから、うん、だからとにかく時間が聞きたいわけ。何分何分の方で、ね、60分って言ったら OK 靴脱ぎますとか、うん、OK あ10分ねみたいな、うんうんうん、じゃあこの間に撮った写真のフォルダをやろうかなとか、うんうん、時間の具合で自分の過ごし方も変わるから、うん、先に聞くっていうね、うん、How long will it? How long will it take? Will it take? Take. はぁ、それあーちゃん担当だったよね。うん、私一番前に座ってたから酔っちゃうから前に真面目な女聞いてくれてた毎回、うん、それを聞きつつなんか時間言われたらあ、OK OK OK あーよかったよあとお店とかはもうとにかく Can I have だよね。そうだね、 Can I have? May I have?うんうん、何これいいですか何ですかっていうのも全部それ、うん、これください。そうだね、うん、それで大体いったね、いけるよね全部、うんうん、あとスーパーとかで、うん、How are you? って言われるのよ、レジで、うん、もうねとにかくお店に入った瞬間にみんなに声かけられる、うん、はいはいとりあえずはいって返事する、うん、何でもはいでいける、うん、まずだからエクスキューズミーって言う前にはいって言ったら振り向いてくれるみたいな、はいで笑顔でね、うん、言ったらいける。そうそう、うん、あとあれもよく言ってない、 YouTube。 あー言った、Have a nice day って必ず最後に送り出してくれるんだよね、うん、でそこで YouTube っていう、良い一日をみたいに言われるから、うん、あなたもねって言って返すのがもうなんかセットなんだよ ね、うん、そうそう YouTube とか、うんうん、あとなんかお偉いさんにいっぱい会うから、うん、すごい褒めてくれるんだよね、いろんなところ、うん、だから I appreciate it ってすごい言ったね、ずっと言ってたね、 Thank you より感謝感謝、うん、ちょっと何丁寧な、そうだね、うん、感謝より感謝してますっていう、使った使った、うん、めっちゃ言ったな、うん、でも言いづらいんだあれ、難しいんだあれ、 I appreciate it appreciate it 口がモゴモゴモゴってなるもう気づいたら終わってるんだよ気づいたら終わってて最後のとこに来てる口が落ちてる I appreciate it でも伝わる、うん、伝わった、うんうん、言おうとしてることは、うん、組んでくれるからそうそうそう、うん、大丈夫だよ、うん、発音どうこうじゃなくて気持ちだなって思った、うんうん、それは言った、ね、Nice to meet you、 もう何回も言ったしね、何回も言った、うんうん、なんか Nice to meet you の時になんかいっぱいあったよねパターンが、あー Nice のところをちょっと変える Great に変えるとかね、とか、うん、初めましての人は Nice to meet you で、うん、なんか2回目3回目に会えて嬉しいよは Nice to see you なんだって勉強になった、うんうんね、うん、もう何回もいろいろな人とやるから、うん、勉強になるよね、勉強になる、あんなに反復練習できることないよね、確かに、ね、マジでない、うん、あとスーパー行ったらもうスーパーがでかすぎて、うん、見つけられんのよ、うんうん、でも店員さんはなんか
頼れんみたいな、そうあるじゃん、日本の人みたいに、その親切じゃないよ、親切の人もおるよ、うんうんうん、おるけど基本が、え、探せばみたいな、うん、あそこにあるわ、すっごいラフでカジュアルなんだよね、うん、適当、ツーブロック先の右側、うん、友達みたいな感じ、うん、そう感じなんよ、うん、そこでなんか使ってたの、 Where can I find sparkling water? その顔顔 Where can I find sparkling water? って言ったら、うん、あっちにあるよとかって簡単に答えられる、うん、押す、うん、I wantスパークリングウォーターって言うと、あ、もうこっちに行けないよ、案内してあげる、ここにあるよみたいな、 Oh, thank you! Wow, thank you! You are so sweet! あなたって本当に優しいわねみたいな、そう言うと、もうみんなニッコニコ信じられんほど、ほんまに鼻の下が2センチぐらい伸びる、いやーってするよね、うん、So sweet って言われたら、うんうん、みんな照れてたね、うん、愛嬌、 You are so sweet、うん、愛嬌ほんと大事だった、ね、うん、愛嬌でなんかできてるんだよね、ほんとにそうだったよね、うん、ほんとにそんな感じだった、それ大事、うん、皆さんこんばんは、かしゆかです、どっちです、あーちゃんです、3人合わせてパフュームです、よろしくお願いします。たくさんの生徒からの依頼、アミューズフェス2019の魅力を研究せよ。6月1日土曜日、幕張メッセにてアミューズフェス2019 in 幕張、恋とか愛とかが開催されます。もちろん私たちパフュームも出演します。はい、今回のタイトルは恋とか愛とか、うん、なんか素敵だよね、はい、ドキッとしますね、うん、ドキッとするよね、これもね、うん、あのうちらがなんかアメリカ行ってたりとか、うん、いろんなしてる間に、うん、こうアイデアをたくさん出してくれたりして、うん、それでそれをあのタイトル決めしたんですけど、なんか大会議みたいな感じで LINE ライブでね、うん、みんなで話し合ってくれて、だけどめっちゃもらい、姉さんの審査がないといかないみたいなあれ何なの、勝手にされるようになっちゃう、うちらが権限持ってるわけじゃないよっていうのに、ね、決めてくれて、ちょっとパフェム姉さんに通さないとみたいな、なんで決めらんねみたいになってね、うん、決めなきゃいけないみたいな私たちが決断下すみたいになってね、うん、いや嬉しいけど ね楽しかったね、うん、たくさんアイディア出ててね、面白かった、山盛りあったもんね、うん、でもまあその中でリュウタがね、うん、あの言ってた、うん、なんかその小説、はいはい、の中の音から楽曲に行くみたいな、うん、そういうこうちょっとロマンチックなアイディアを言ってて、うんうん、あすごいいいなってね、うん、いうのと、あとやっぱ恋の歌、うんうん、愛の歌って多分たくさんあるし、ね、それがなんかこう友情の愛もあるし、はいはい、うんうん、それを話した時に、うん、フローさん記事が、うん、僕たちそういうのやってないですよって、そういうことないですねってと言ってたけど、それからのこれ出したら何やるんだろうっていうのが本当楽しみで、うんうん、何やってくれるんだろう、多分すっごい熱いやつやってくれるんだろうなって、うん、言うんで、うん、まあ、このタイトルにしたんですけど、はい、このフェスはカバーとか、うんうん、コラボするのがおなじみですけれども、うん、今年どうなんですか ねどうなるんだろう、そこは本当にアメリカ行ってる間に、うん、あのお兄さんたちが、うん、アーティスト同士、ね、バンドのね、そう言ってくれたから、うん、あんまりよく知らないではいるんだけど、まあありそうですよっていうのはちょっと聞いたよね、聞いてる、うん、あ、面白そうみたいな、し、うちらもうちらもうちらもねえねえ、もうセットリストだけ決めたけど、むしろ楽しみ、楽しいねえねえ、あとあれだよね、その LINE ライブでも話してたけど、うん、あの自分たちの恋愛の話をトークで MC でしようっていうのを決めて、そうだ、あれやばいよね、各アーティストのその人の恋愛話が聞けるっていうね、うん、初恋の話とか、うん、なんか人生最大の恋愛とかね、うん、
面白いの絶対出てくるよね。出てくるよ、なんかクールにしてるアーティストとかさ、うん、語らない人とか多そうだけど、うん、ここでしか聞けない話がたくさん出てきそう、うん、そうだね、めっちゃ気になるよね。楽しみ、みんなの聞きたい。いや気になるけど、てか自分らも言うんかって、うん、そうだわ。そうそうそう、それさっきセットリスト決めてる時私忘れてて、うん、どっちがでも恋の話しなきゃだよ時間いっぱい曲やろうとしてたから、うん、そう、もうコンテナでもうちょっと熱くなってるからミリミリまで曲やるわっていう、そのもう一曲くらい入るんじゃないリフレームからもうその感じでやろうっていう感じで来ちゃってるから、もうど忘れしててやば、自分も喋るんだと思って、うん、話さなきゃな、ちょっとドギマギしてるけど、うん、まあ当日が楽しみですね、はい、ということでアミューズフェス2019 in 幕張、恋とか愛とか今年もお楽しみに。そして今夜は生放送教室にフランプール警備員が来ています。久しぶり、久しぶり、リュウト帰りどんな感じなんじゃろうね。ねえ、なんかうちらがアメリカ行っとる間に、うん、なんか知らん間に結婚しとる人おったね。なんかいた、ニュースで知った、勝手に知らんよ、知らんよ結構衝撃だった、知らん間に結婚したゆかちゃん、ちょっとね、せっかく今いるならなんか聞きたいよねいろいろと聞きたいよね。おばさん、おばさん、ただのミーハーが出ちゃってる、出ちゃってる。せっかくだし生放送だし。やだろうな。やだろうな。いつも楽しみにしてる。前髪で隠してんのに。そうだよ。いろいろね。全部出してもらおう。おめでとう。おめでとう。聞かれんかと思ったな。確かに確かに。どうぞ。あ、俺違うんすよ、なんかね、俺だけそういうの許されてるみたいな。山村とか結婚した時全然お前何も言われへん、お前なんか絶対言うなよみたいなさマネージャー NG みたいなの出して僕なんかゆるゆるさ、ゆるゆるいな、ゆるいよな、うん、全部言うじゃん。そうなんですよ。そんなんお前もじゃあ教えてよ、ちょっと最近の最近の初めて嬉しかった事情な、最近嬉しかったやつ教えてよ。なんで俺いつも言うたけび、それはいいっすか、生徒のみんなが珍しく元気がこうなってるから。いやいや、それはもう奥さんとの何か嬉しかったことでいいってことですか、言うたけびの。いやいやいや、いや意味わかんない、それ元気みが言ってるんだよ。誰も望んでない、お願いします。なんでこれ、俺ほんまに何ですか。いや、些細な一言とかでもいいんですよね。じゃあ政治に振ってくれてもいいよ。なんでやね、一番先輩から、一番先輩から誰か一人代表して言ってください。そうですね、嬉しかったこと最近奥さんと、リーダーと、リーダーにします。政治やるんじゃ結構ないよそんな別に。いやいや、もういや、これ一人行くまで一番手足、ここ終わらないです。じゃあちょっとあの京都なんで俺が言うって一番引きがないよ一番引きがないからですか。いい、ちなみに、ちなみにじゃないのよ。ちなみに何が。いやだからその奥さんの、奥さんの嬉しかったこと、あのちょっと仕事で週末大阪行ったんですけど一緒についてきてくれたことですかね。おお。いやそんな王じゃないでしょそこで王って言って終わらせようとしてるし、ダメだね、俺ので終わらせないよこれは。どうする今日と思う。これ元気警備でしょ、元気警備。なんでよ。え、だって嬉しかったことってなんすか。奥さんと一緒にいて、それ俺が言ったやつやから別にそんな振りなかった。じゃ違うことでもいいですよ。何なんすか。奥さんのこといいなと思った瞬間困ってます。めっちゃ困った、いいなと思った瞬間元気警備あるでしょ。ちょっと待って、何言ったらいいですか。ほんと些細なことでいいよ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。もうやめたってくださいよ、もうちょっと、うちの。じゃあ、ほんと、あ、いいですか。あ、いいっすよ。ちょっと、結婚したら言おうと思ってたことなんですけど。え？なんか2人で、街でベンチ座ってる時に。どの2人ですか。僕がす、奥さんと。奥さんと、はいはい。声かけてくるファンがいて、あれはあかんでと思って。いやいや、注意ね。注意。違う違う。そういうのはあかんやん。やっぱ空気。俺の誕生日の時かな。はいはいはい。なんかね、しかも船のベンチに恥ずかしいんやけど、船のベンチ座ってて、それでええ都市の人がなんか、え、フランプールの元気さんですよねって来たけど、ええやん別に。そういうのあかんやろ。
そういうのは、じゃあそういうのは困るからさ。めっちゃ怒ってるじゃん。なんか空気読んでくれと今の状況を。そう。状況の空気読んでくれと。それはちょっとね、注意したいなと思いました。全然ね、やっぱ我々が思い描いてると違うところに着手しましたけど、ね、ただめちゃめちゃ面白い。よかった。いただきました。ありがとうございます。だってパビウム研究、パビウム研究が悪いんだよ。そうだ。そもそもそうだ。ほんまや。何ちゅうこと言うんだよ。でも研究どうもありがとうございました。明日のこの時間はスクローブロックの進路室の大王アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス。